え、じゃあ、案の駆け引きが、ライダーはこの辺するから、お前らキー言えよー、言うてんで、ここで。あれ、ほんま全部決まったんねん。ね、まあ、まあ、割としんどい仕事でしょ。気使うわな。ショッカーいうのは。気使います。いや、そ仕事的にはな、まあ、そんな大したことないねんけど、まあ一応ライダー立てたらなあかんからな。まあね。仕事あんまり出張って、そこでライダー以上のバーンアクションできへんやんか。まあ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 ね。できんねんだよ、ほんまは。ほんまはできるけど。こいつ動き悪いわ、思いながらライダーのやられ役をやってんねん、ほら。アルバイトで。アルバイトでだからなもうライダーおらんときは別にそんな別にキーとか言うのもう言わんでええんすか。いや言わんでええやん。あの後から入れとんねんキーとかな。俺いちいち言えんがキーとか適当にキーとか入れとけよ言うてあのサウンドエフェクトのやつに言うてるからなるほどね、うん、まあそういう仕事ですもんね、うん、そうやね。ショッカー言うのもそうそうそうなかなかショッカーもあれですかやっぱあの政務部長はあるんですか。悪の組織やからな、はい、一番悪いやつが一番頭にあるわけよ。あ、悪ないと頭になれない。当たり前からもう極悪人やからそうですそれはもう悪を極めたやつが一番上におるね。あ、ショッカー部長ほんならキーツショッカー部長ちゃうちゃうもうショッカーの会長やな。ショッカー理事長。ショッカー理事長。ショッカー会会長、理事長、いててやな。はい、そんなん俺はめったに会われへんけど、たまにな、な、はい、理事長くんとか言うて出てきようねやんか、はい。悪人てしなさい言うて。まあ基本悪いことしかしない。世の中を乱しなさい言うてな。はい、それが世の中のためになるのですとか言うようなことを言うわけよ。悪いねん、それ聞いてんのがまたな。ややこしいわ、どっちか。朝礼とかあるんでしょ。そうそうそう、言うたらな。言うたらな。天候あれやか。はいはい。ワン、ツー、キッ、キッ、キッ。ヘイヘイ天候とかあんねんもん。じゃんくさいでー。朝から。なんでか言うたらな、やることないからやねんやんか。時間待ちの間な、そんな人遊んでんねんやんか。まあまあ、それが邪魔くさいね、また。いっぺんやってもたら、なんか毎回やらなあかんなって思うてな。なるほどね。邪魔くさいんよ、それがまた。もうええ加減やめたらええな、思うねんけどな。もう今日、あ、そうそう、もう今日は紹介しておきます。ショッカーの、これもう120号ぐらいですか、今。え120号ぐらいですか。番号で言うな番号言うな番号担当かそっち行きますの知らくぞそっち行きますのショッカーも入らなかった証拠番号言うなほんまにショッカーの場合はいろいろ名前あんのよショックンとかな。ショックンは前はショッカー入る前何でした？俺？はい。ショッカー入る前？はい。ショッカー入る前かいな。はい。それはジンジャーベイカーやんか。え？どういう意味ですか？いやショッカー入る前かいな。はい。いろいろいやいろいろやってたよ。いろいろやってきてショッカーなったよ。ショッカー入る前にいろいろやってたよ。やってたでしょ？うん。ショッキングホイールもやってたし。うん。ほんで、ショッピングモールにもおったしね、はい、割とそっちの昭和つけとかなかったんですか無理やりでも商工会議所とかそれで、はい、植物園にもおったしな、なんせね、その辺見つけの大変な、まあ、ショーつくところでずっと履歴書に残っていくやんか、はい、なね、ショッカーに至るわけやからな、はい、それまでずっと賞ついてますでしょ言って、はい、ショッカーのためあキャリアがあるんですね。そうだね、ショーキャリアが、ショーキャリアが、ショーキャリアがありまして、ショーパブ笑いで下ネタで受けるとかで今にショッカーに当たるわけですね。今そうやっていろいろショッカーやろう思うといろいろな苦労いるんやで。そりゃいるでしょう。そうやかな、悪いことばっかりしなあかんでしょ。悪いことしなかったんですね、こそこそっと。表まだって、こそこそっとやらなかった。ライダーには気使わなあかんし。うん、
ね、うん、買ってまうわけにはいかんすもんね。だから、まあ言うたらな、メスボレおるやろ、はい、メスボレ言わしもてな、はい、で、うっとうし刑事部長とか警部補とかおるやんか、はい、わざとセクハラさせさせさせてな、そいつずっと食い飛ばすとかな、そういうな、せこいことしなあかんわけよ。あのおっさんはめてまおうや言うてな。やらなあかんのですか。やらなあかんねん、そういうことも。邪魔くさい仕事ですね、ショッカー。邪魔くさいけど、まあ必要やろ、そういうことも。ショッカーもやっぱ世の中的にはね、世の中的にはね、ショッカーがおらんかったらライダーが出てこれないですもんね。ライダー出すために俺はお前どんだけ人仕事しなあかんか、ほんまに。もうそりゃそうでしょ、邪魔くさいでお前勝手に出てきてやったらええやんけでいつも思うてんねんけどね。はい、ショッカーめーって出てきてはん一応ね。で、時給なんぼですの、ショッカー安っ。何がしゃあないっすね。もうショッカーもキャリアやったらほんならちょっとでも上がるんすね。ない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 、そんなんやないないキャリアも業界価格やから。あー、そうですの、うん、そりゃそうやな。ショッカーもつらい仕事ですね、ショッカー。それこれバーン抜いた瞬間やで、はい、坂田どうしようかもしれんなあなあなあ、ね、これつけてる限りはもう一律やん、一律。ああ一律、時給も一律。一律あ、もうほんなみんなあれ、同じ時給ですか。時給みたいにしてる。あ、そうですね。そうだね、当たり前。それで揉めるかな、それだと。あ、そうですね。ほんなこの辺線入れとこうか、あれショッカーの、ショッカー1、ショッカー2 レベルのサインとか、もう黄色、緑とかね。あれな、テレビでな、はい、1秒なんぼやねんか、スポンサーが払うお金は。はい、な、ほんな15分の番組やったら15分で1500万としたらな、はい、ほな1秒なんぼ値段が出てくるやろ、はい、っていうことは1秒間に映ってる、その映ってる時間がなんぼってなってくるわけ、はい、そこで俺らがいいって帰るやろ、はい、それなんぼやねん。あ、そこで長いこと映ったらそんだけ映ってるだけの分だけスポンサーはそこにお金を払ってるわけ、はいはい、やけど俺らには時間給がな抜いとんねん、抜いとん、上が抜いとん、上が抜いとんねん、抜いとんねん。ねえ、えげつないやろ。ほんで、改造車とかいっぱい作ってバーン、爆発させて、爆発させて、そういったら時給上げてくれやって。そんなんすんねやったらもっと大臣に乗れや、もっと大臣使えや思うねんけどね。ねえ、ていうかもうプラモデルカラカラカラでええやんと。てか、紙芝居だよ。紙、ボール紙に書いたやつをこうやって、これでええやんけど。行くぜー言うて。これでええと思うんだけどな、そのシーンは。移動シーンとか。ああ、なるほどね。なあ、それで行ってくれへんかなと思うねんけど。な、俺らにギャラが入ってくるんやけどな。で、もうちょっとギャラ上げて。わざわざなんか、お前、バン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 とかやったやろ。はい、もったいない、あれタイヤ毎回変えとるからな、あれ。そうだよ、やらな。キャーってな、もう、まだまだ毎回変えとるからな。金かかりますね。かかるんよ、もう。だから時給が少ないですね。そうやん、誰も。ショッカーも結構しんどい仕事ですね、もう、今や。これ、俺、なんか、リバーブかかってない。ああ、こっちでしょ。これ、まあ、これリバーブかかっとる。まあ、まともにちゃんと勉強してな、はい、お父さん、お母さん言うこと聞いて、はい、学校の先生言うことを聞いとったら、はい、ショッカーに並んで済むわな。まあね、まあそれが家やったら勉強してちゃんとええ大学入って、はい、ええとこ就職するこっちゃな。もうショッカーがみんなに言ってあげることはそれしかないわ。あ、うん、ショッカー結構厳しいらしいわ。しんどい、うん、ショッカーなんかなるもんちゃう。なるもんちゃうらライダーはええんすか。え、ライダーの給料ってええんすか。ライダー全部持っていっとらんなみたいな。やっぱええんすか。ええも何もその、ライダーになれるっていうことは、はい、甲子園の、優勝チームのエースぐらいの感じやから。あ、もうドラフト1位間違いなしやんか。あ、なるほどね。その後高校ライダーがあるんですね。高校ライダーが
ピュアライダーもあるように。じゃあじゃあ仮面ライダーで主役張れるいうことは、はい、もうテレビの業界では言うたらこテレビのそれを野球で置き換えたら甲子園の優勝チームのエースぐらいの。ああ なるほどね。の道やね、はい、仮面ライダーの主役取れるいうことは、はい、その後のないろんなドラマとか映画とかで主役間違いなし、はい、もう貼れるっていうレッテルを貼られてるようなもんやね、はいはい、ショッカーからこうライダーになったやつはいないんですか。いないっすよね。いや おるんすか。知らんまあ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 逆ですからね。いやまあ、ね、あのジャニーズジュニアからジャニーズに行ってそこからまあないろいろグループ嵐とかねとかとか、はい、ジャニーズスマップとかいうような感じでショッカーからライダーになったやつもあるかもわからんで。ああ。うん。まあ動きはねできるんでね。できるからね。でしょね。まあこんなん被ってるけど実はライダーより男前やったりとかあるんだな。はいはい。チンチンでかいとかな。それ関係ないでしょ。それ AV の方じゃないですか。割とあんねんそれ。割とあんねん。あるんですか。あんねんだよね。ああ、それあれですもん。主演女優とかな。それとかジャニーさんに気に入ってもらおうと、ね、監督の嫁に気になられるとかな、はい、いろいろあるんよ。あ、なかなか複雑ですね。ショッカーの世界も複雑やわ。やばいな、まあ、商売も複雑やな思ったけど、チンコマンコのパワーすごいからな。まあね、もうチンコマンコで世の中成り立っとるからね。元を言うと、どうらもチンコマンコからなかったらおらんわけやろ。はいはい、そのぐらいのパワーがあるわけやから。それはショッカーも一緒ですわ。はい、ショッカーもチンコマンコでできてるからね。まあ、チンコマンコから出てきたもんやからね。チンコだけとかちゃうか、ショッカーも、はい、言うとくよ、ショッカーもそのチンコだけとか無理やから。マンコなかったら無理です、ショッカーも。出てくる。勘違いしてるやつ、ショッカーなんかなんちゅうの、コピペコピペみたいなのできてると思ってる。そうなんちゃうで。ちゃんとチンコマンコチンポカも何回かピストンして射精して、その中の何億の精子の中のそのうわーっとストーンっていう、そんなショッカーも人間界と変わらんって。変わらんねんで、ショッカーも、うん、ね、そらそやがな、うん、それだと日本酒うまいなとか、そんな味わいわくやふくと分かるわけないやん。コピペやったらそんな、まあ、コピやったら毎日さな、しあのまあな、カロリーメイド食うてそれで終わりみたいな感じになってまい。そんなちゃうで、ショッカーも、はい、ショッカーもな、もつ鍋とか食いたくなるしな。はいはい。ホルモンも具体さすんでね、ショッカーも。ホルモン知ってますの、ショッカー。ショッカー、ホルモン。ショッカー、めちゃめちゃ人気は、ホルモン。あ、ほんまですの。当たり前や、三角公園、ショッカー自体やから。あれ、みんなあれ、ショッカー自体ですの。この辺、どうやらね、みんなほとんどほとんどせやな、8割ぐらいショッカーや。ショッカーですの。あ、そうでした。当たり前やんか。あ、西成はほな、もう、結構多いっていうことですね、ショッカー。西成ショッカーレンジ多いない。あ、うん、何枠もまあまあ多いんじゃん。そこなんで、ジャンジャン横丁でこうだよ。ジャンジャン横丁にタバコ買って売ってるから。ショッカーなりたかったほうなら、そこ買いに行ったらいいんちゃう。買いに行ったら、ショッカーなれるからね。ね、その時点でショッカーやから。そっからもうショッカーで。そうだよね。まあ、今日のゲストは、はい、ショッカー、はい、ショッカーのも、平ショッカーに来てもらいました。平でしょ、まだ。平言うな。一律ね、一律。一人前のショッカーや。あ、ショッカーの職人に今日は来てもらいました。下は今日は修復できたよ。はい、せやから、平とか思ってんやろ、はい。全部ショッカーちゃうから。そうそうそう。ちゃうよ。あ、今日はプライベートやからこれできたけど。あ、そうですの。顔だけやからな。はい、今日の。波のショッカーやね。ゲストは、ショッカーに来てもらいました。はい、ショッカー。来週はライダー来るかもしれへんすけど、ライダー忙しいからね。ライダーに声かけとくやな、一応な。かけとってください。あ、どこは、はい、まあ、いやだからライダーもな、割とな、なんちゅってかな、え、忙しい方が多いじゃないですか、ライダーって。こっち関連な、こっち関連で、こっち関連が多いからですね。大変なんよ、ライダーも。ライダーはモテるからね。
せえな、それこっち関係でやっていかなあいつらやっていかないからな、うん、俺いい言うてたけどあいつらええ格好しなあかんやんか。あそうですね、決めなあかんやん。決め、そうですね、決めるいうことはその女が濡れるいうことやろそうそうそうということはその必然的に受け入れ、今日おめこまんこおめこまんこなんて多いですね受け入れ体制できてる、どこに今日はライダーほな行かなあかんねんっていうのライダー大変みたい。あそうです、うん、まあショッカーはその辺大変じゃないんでね。まあショッカーはその辺インディアンやからね、うん、ブラックインディアンやからごつしもはい、では今日はあのショッカーこのスイッチ、このショッカーのスイッチでブーンなるほどねこうプッとブーンはい、はい、今日はあのショッカーのショッカー1号…え、何号ですか。え、ショッカーって何号ありますか。番号言うな言うてるやろあのでも一律ショッカー あの代表に来てもらいました。123123123 123ショッカー信太、信太ショッカーそんなん言うてもうた。信太言うなワンツースリーワンツースリーショッカーに今日は来てもらいました。あのまたあの来週はあの仮面ライダー来てくれるかもしれへんし、来てくれんかもしれんけど、ワンツーフォーが来るかもしれん。ワンツーフォーが来るかもしれん。声かけとくわみんなに、はい、ショッカーだらけになるかもしれないですね。もうショッカーいっぱいおるからていうかここで鍋したいねんけど、どうなんこれ。ショッカー鍋、いやいやショッカーない鍋忘年会やらなあかんや。ショッカーも忘年会よ、はい、ここでカセットコンロ持ってくるから鍋させてくれへんから。あ、そうですよ、ショッカー会で金取れへん。取らないです、取らない。いいの、はいはい、あ、そう、鍋持ってきて、ほんなら、俺も食べますよ。ホットプレート持ってきたら、肉焼いてて、勝手に食って。あ、構わない、構わないです、ええの、構わないです、構わないです。どんな店やねんほんまにええの。おいですよ。いやー、連れとか遊びに行って感じやな。なあ、そんな感じです、そんな感じやな。はい、はい、そんな店なんで、ぜひこれから飲み会多いと思います。忘年会、新年会ね、はい、同窓会、はい、いろいろのそういう友達の集まり、はい、ぜひですねここでやってもらって、はい、ほんでここでパフォーマンスもしてもらって、歌なんかも歌ってもらったらね、最高ですね。オリジナルな忘年会がここではできます。しかもユーストリームで生中継、中継もできます。できるから、はい、参加できんやつは見れる、はい、しかも YouTube にそのままアップできるから、はい、後から過去の思い出がそこに残ってるという、残ってるっていうね、え、最高ですよ。これはショッカー的にも、これはもう手出すなと上から言われてることなんで、はい、手出さんと置くけども、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。